人間の心の迷いにするか、皆さんに今日はですね、私は今日は、ね、この講演に来たんですけど、講演も3種類あるんですね。一つはレクチャーしようかなと思うんですけど、パワーポイントですからって、これはレクチャーになっちゃうんですよ。今日は教えること、皆さん先生方ばっかりですから、もう大学でみんな学んでるし、もう教育はいらない。その次は何か説教。説教も皆さん十分説教されてますから、いらない。何が必要かと、今日皆さんに私はもうクリスマスのメッセージをですね、伝えたいと思ってですね、クリスマスのメッセージが何か、まあ、ニューイヤーのメッセージが何か、我々イスラム教の中で、まあ、もちろんキリストはどう尊敬しているかと、まず一つ話しますと、精神的なこの指導者たち、我々預言者という言葉を使うんですね。旧約聖書、新約聖書、コーラン全部出てくるんですけど、世の中にですね、今まで10年の中に1万2400人ぐらいと言われてますが、預言者たちが来た。その中にトップになっている預言者たち、いっぱいアブラハム、モーゼ、お釈迦様、モハメド、イエス・キリスト、これみんな預言者という言葉を使うんですね。私たちは何かって、神様と直接つながって、私たちに神のメッセージを伝えてくれたんですね。でも、モハメド先生が自分たちのことをはっきりと言われてるんですよ。自分が何者かってですね。自分の存在は何か。あるところで、ありがとうございました。昔はやっぱり侵略時代というイスラム教、いろんな国が侵略してます。これは間違いないですね。だからもう戦争すればそうなるんですけど、でも侵略のやり方が違う。戦争で侵略するか、ハートで侵略するか。あるキリスト教の国、小さな国があったんですけど、そこにその弟子たちがいて、モハメド先生がいたんですね。で、その王様が聞くんですよ。まずクリスチャン。モハメド、あなたイエス・キリストをどう思ってるかって。これ答えればクリスト教を信じてるからですね。ああ、なるほどですね。で、それをかね、じゃあ答えましょうってですね。モハメドがですね、我々はですね、アブラハムの子孫である。で、神様とつながっている人たちはみんな預言者たちがいるんですけど、一つはまず我々はどこを信じるかですね、まずアブラハムから信じるんですよ。アブラハムの子供たちでさです。で、長男、イシュマエルから生まれてきたのはアラブ民族で、モハメド先生ですよ、長男です。で、次男から、イサハークの子供から生まれてきたのは、これ全部ですね、イスラエル民族、ヤコブの子供が、この中にイエス・キリストが生まれてきたのは、イエス・キリスト。だからほとんど腹違いの兄弟なんですね。兄弟、親が一緒なんですね。で、結構、モハメド先生が答えるのは、英語で言います、まずですね。アブラハムのことはエブラハム is the friend of God。アブラハムは神様の友達だって。預言者って言わないんですね。なぜかって初めて神様の啓示を受けて、神と共に友達になって、神様の言う通りに何でもやったんですね。ね、自分の子供を犠牲にしろって、それもやったって。だから、Abraham is a friend of God。その次に来ます。この精神的な先生たちのレベルの違いですね。その次、我々は信じるのイスラム教で、我々は自分で精神的に信じてるのモーゼを信じてる。じゃあ、モーゼ。モーゼ is the voice of God。モーゼは神様の声です。そのままで対話したんです。シナイ山にいて、神様と一生懸命に話をしたんです。だから来て、こうやって、こうやるわ。で、記憶聖書に出てる。だから、モーゼは神様のボイスで。OK、モハマド、You're right! って言ってね。素晴らしい。じゃあ、イエス・キリストはですね。How about Jesus? って言ってね。イサムってイサって言葉が、イサって言ってね。そして、モハマド先生が、イサ、Jesus ね、今で。Jesus is the Spirit of God。神様の魂であるんですね。そのまま魂を。そうやってイスラム教はキリスト教を信じる、その過去のユダヤ教も、その前の宗教も、そうやって精神的に位置づけつけて信じるように作ってるんですね。それじゃあ、モハメド、あなたは何かって、神様なのかってですね。ノーって言ったね。モハメドはメッセンジャーのゴッ、私は神様のメッセンジャーだってですね。今まで全てきた精神的な先生方のメッセージを預かってるでしょう。だから、旧約聖書、新約聖書、その後に私はコーランを書いた。コーランはほとんど旧約聖書なんですね。で、この旧約聖書を中心とした全ての預言者たちを敬い、尊敬し、最後は自分が神のメッセンジャー。何をメッセージするかですね。善悪の判断して人間が悪いことをやめていいことを行いなさいってこと。善の行いするためのメッセージを持ってきた。だから皆さんね、正しい国を作りましょう。だから皆さん本当にですね、今まで歴史的に精神的な指導者たちの話を聞くと、誰も国はできなかったんですね。イエス・キリストも十字架で殺されたし、モーゼもね、シナイ山から降りてきて、もうナイル川でも水が流されてしまって亡くなったし、お釈迦様もほとんどみんなもう生きてる間成功してないんですね。
亡くなってから何百年後にその彼らの思想教えがあったんで、もうモハメド先生だけが生きてる間に自分のメッセージを成功して国を作っちゃったんですね。サウジアラビア、アラブ、アラブ、アラブ連合を作った。十何カ国国を作ったんですね。だ基本的にフォントの宗教の役割というのは何か、ただ宗教だけじゃダメなんですね。モハメドが何かの宗教、憲法まで作ったんですね。だからイスラムは一個の宗教とみんなね誤解されてるけど、 ね、今テロリストとか、まあね、中東でいろんな問題が起きてるけど、あれ全部利権です。政治的に宗教を利用されてるんです。宗教は間違いことを教えないんです。宗教はそれって正しいことを教えます。人間の善の教えを教えますね。